よっしゃ、はい、もう入ってんのか。いや入ってますげえ。じゃあ行きますよ。行きましょう。どこ行くのよ。いやいやいや、お前となんかめモーテルなんか行かないの。行かないっすよ。そんなお前はやらしいわ。お前が女だったら考えるけどよ。いやいや僕来たね。お前板さんに選択肢があるから、とりあえず溶けてくれる。あ待って板さん、板さん今日は何作るんですか。まあ、だからまあさっきの続きの前昨日だからタラだよ。タラちゃん、タラちゃんのね、はい、ちょっと大きいからこのさばき方、はい、これ多分 ね太刀じゃないと思うんだよ。あ、じゃあメスってことですか。うん、あ、そうなの。いやいやいや、うん、そうだな。とりあえず、あれよっこいしょ、上手だなお前。よしよし、まあ、とりあえずさねえ、でかちょっとまな板が小さすぎだよ、おい。まあいいか、なも大きさ関係ねえから俺にかかったら。お、まあ、職人よ。職人だぞ。めめしてしたな。これは多分膨らんでるだけだと思うよ。あ、じゃあ入ってないんだ。まあ、とりあえず、はい、手引っかかるからこうやってな、したらバラしますよ、バラバラに、はい、バラバラに。今日はタラのさばき方ですね。とりあえずな、ちょっとさばき方、はい、ちょっと初心者向けというか、初心者向けで、それゆっくりやるかい。あ、よ、遅っ。これあ、それロボット、ロボットこれ、はい、ぬるみを取るって感じな、はい、ぬるみでも結構鱗あるんだよ、これ。あ、そうなんですね。結構毛だらけな。あ、ほんとだ、小さい鱗あんだ、はい、まあ、だからざーっとなぜるな、ちょっと家庭じゃな、家庭でしたらどういう風にやろうかな。シェフがあの白魚な指で、あの下ろす方のためにはい、はい、うん、下ろし方工夫するけ。板さんみたいな、ね、指じゃないですか。そうそう、俺イワシのような指はな、はい、そこら辺のお前漁師のお母さん方イワシの指してんだ。イワシの指、そうだよ。俺は白魚だから。知らないでしょ。それ分かんない。分からなくていいよ。な、とりあえずさ、はい、ちょっとこの辺ちょっと気持ち悪いけど、やっぱり鱗取らないと、はい、鍋の中に入った時に鱗がな、あ、確かに口の中にたまに残るだろ、変な居酒屋行ったら。いやいや、綺麗にな、取らない、綺麗にね、はい、ここやっぱ大事ですよね。そうそう、まあでも最近の人は分かんないけどな。分かんない。あ、分かるんだよな。子供がよく分かる。あ、子供が分かっちゃうんですか。大人みんな入れ歯だから分かんない。俺らが全然分かんないから。分かんないですか、鱗入っても。なんだこれ。自分で言えばだと。バカなこと言ってんじゃないわ。笑わすのは外れんだから。ああ、すいません。すいません。なるべくあんまり喋られないし。だから昔から見たらあんまり喋んなくなったね。伊田さんですか。いや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 。入れば外れるから。いやいやいや。そうか。今も昔も変わらず。うるせえよ。これだいぶ取れたでしょ。はい、よく見てさ。よく見て。お、本当だ、綺麗じゃん。まあ、これだけ取ればさ、はい、大丈夫だと思いますよ。ぬるみを取った方がいいのさ。もうほとんどぬるみないでしょ。はいはいはい、ほらほら、それはまあ鱗を取ると同時に、そうそう、取っていくと、ね、ぬるけな、はいはい、な、カジカもそうだ。本当はガッチリ洗った方がいいんだけど、あんまり洗うとダメよ。これあのさっきのカジカさ、塩してからな、はい、ちゃんと見てね、ちゃんと綺麗になるから。お、そうですね、あんまり水でジャバ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 洗うもんでねえんだ、はい、いつも言ってますもんね、板さんね。身にあんまり水をつけない。だってね、あんまり頭でもなんでも人間だと洗うもんでねえんだって。あ、そうなんですか。そう、だからもう洗いすぎるからみんな頭剥げんだよ。俺なんてに1ヶ月1回だから。いや、汚っ。汚っ。ほっとけや。洗いすぎはよくねえんだよ。あ、でも言いますよね、適度が大事ってことですね。そう、俺の先生が教えてくれたの。加山雄三先生が教えてくれた。加山雄三、うん、頭君たち洗いすぎだよ、俺洗わないからって。それはそれでどうなんだろう。どうなんだろうね、冗談だから。なんで本気に聞くな、お前。分かってますよ、全部本当のこと言ってんだよ。え、いて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 、はい。やめて。こうやって綺麗にやることによって愛情が湧くわけだよ。あ、魚に、うん、ここまで綺麗にしてみたらもうな、はい、もう可愛くておろしたくねえ、このまま取っとこうかってなるんだ。本当ですか。そんなことねえ。食えねえだろ。食うためにね、食うためにね、食うためにここにいるんですか。これは釣ってきたやつとかさ、はい、あの生きのいいのあるべ、はい、
はいはいはい、ああいうのはなまた使い方やり方は違うからな。ああまあまあ、生き抜きのは床に落としたって跳ね返ってくるから。これは床に落としたらそのまま腐っちゃうからな。静かにやらねえと。静かにやらねえと。確かに、うん、生きてるやつは完璧なんだ。生きてるやつはやっぱり身がブリッてしますもんね。生きてるやつこんなことやったって鱗取れねえから。あ、そうなんですか。そうだよ。鱗がお前みんな生きてんの。バーってやったら鱗がお前そろって逃げてくる。ピピッと。あーこれし、これお前死んでるしこ。はい。だから鱗動かない。鱗動かない。あ、そうなんだ。知らないんだな。だからこれお前全然ね、知らん顔してるべよ。はい、確かに。何されてもされてるものですもんね。死んでるからや。分かった？釜上から行くか釜下から行くか。あ、出た。釜上、釜下。基本はこれはこっからは釜、うん、たすき下ろしになって。たすき下ろし。たすきになって、ね。たすきをここをかける、ね。だけどこっからこうやって下ろすと頭が割りにくいの。はい、ああ、なるほど。これがくっついてるから。はい。だからこれこっちから下ろすのは釜上っちゅうの。釜上。釜上な。これ釜上から下ろすからよ。はい。じゃあ今回は釜上から。だから釜上から下ろす方がな、主婦は難しいかもしれないけどな。あ、え、難しいの？ここ硬いんだ。ここ硬いんだ。グッていかないのよ。はい、ほこっちなら簡単にいくけどな。ああ、うるさいな、ここもケンゴレアみたいな。いや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 、分かった。はい、本当はこっちからの方がやりやすいんだよ。あ、いや、そっちの方がやりやすいんだ。だけど、あの頭割るときやるつらい。ああ、どっちを取るかですね。うん、まあな、どうでもいいんだ。いやいやいや、ちゃんと、まあまあ、とりあえずこうやってやるわけ、はい、な、釜釜 上な、これ釜だ、はい、これが釜だろ。はい、まあ、どこが釜だと思ったの。僕もそこ、ここ、うん、ここ、釜か。え、違うんですか。あ、ここ、ここ、これ何、え、釜。そうか。ほら、硬いのよ、ここ、な、ここね、だからね、釜はね、ちょっとこの辺危ないべね。ちょっと、こうやってちょっと力がいるね。そうそうそう、釜上はな、硬いんだ。はい、あ、これ本当はさ、さっきのあの、カジカやったみたいに腹渡から先に取んなきゃダメよ。え、順番間違えてるもの。順番全然違う。お前が気がつくか気がつかないかわざとやってみたの。あ、僕をテストしたんですね。これをな、こうやってやらなきゃ、はい、先にほら立ち出すみたいに、はい、これ多分立ちじゃねえからよ。立ちではない。あ、ほんとだ。俺はお前このここが好きなんだよな。あ、ここもある。ここうまいんだよお前。知らないでしょ。知らない。高いんだこれ。これだけお前あのスーパー行ったら売ってるでしょ。見たことないかも。お前どこ見たことないの。あ、僕どこ見たことない。お前生協って知ってる。生協知ってますよ。そしたらあそこ行ったら売ってるからたまに。あ、ほんとですか。パックに入って売ってんだよこれ。あんま見たことない。知らない。バカやろ、お前ここだけでもお前1000円ぐらいすんだよお前。あ、そうなんですか。タラのここそうなの。これ高いんだよこのここ。これこれ醤油漬けにして売ったら最高うまいんだ。てかタラのここってタラコか。え、これうまいんだよ。知らねえでしょ。こんなに大きいんだよ、ほらほら。でかっ。こうやってな、売ってるからこうやって、これ半分にして。はいはいはい。いや、そうですね。これをね、こうやって半分にしてな、こうやってな、こうやって売ってんだ。あ、高いんだよこれ。すごいだろ。これこうやってね、こうやって売ってるの見たことあるべ。はいはい、結構、結構高いのこうやって。高い。だけどこれ中に入ってて全部で500円だから。安いだろ。これも。500円。あ、だからあまり安いから1000円置いてきたんだ。でマジに。はい。そしたらもう発泡スチロールあんなでけえの、発泡スチロール台にならないんだ。なんないじゃん。あんねえ。高いですかね、鑑賞材。すごいな、柿崎さんに俺そうやなってんだ。柿、もう。わかった。サマーつけないだろ。そうだよ。こんなお前1000円でどれだけ食い応えあると思ってんの。え？1000円なんだこれ。うん、1000円もしないと思うよ。これ1000円しないんだ、うん、だから500円ぐらいでねえか。いや、発泡するから何から全部入れたら、全部入れて、ビニール袋も入れて、氷も入れたら、はい、全部引いたら、はい、500円ぐらいで。500円か。すごいべ。すごいっすね。そんな値段で買えちゃうんだ。そうだよ。違う、柿崎さんだから買えるよ。あ、柿、これ、あ、批判きますよ。絶対俺なんかもらえると思う。いやいや、もらえないですよ。あ、そっか。逆に営業妨害になってますよ。嘘、こんな米ちぎりっすか。いえいえ、そんな値段で売てませんよってなりますから。バカなこと言うの。俺今日貸したのよお前。え、そうだって。本当に500円だったっすか。本当だ。お前領収見せるか。あ、見せてください。びっくりするからお前。本当ですか。本当だよ。 それちょっと見せてもらわないと。バカ、信用できないな。さすがに500円じゃないんだよ。嘘でねえって。マジだよ俺。柿崎さんのね、宣伝してるわけでねえから。
これも頭取ってからやんねえダメなのにお前何やってんねんお前。何やってんの。いやいや教える気ある。いや教えるどうでもいいんだけどさ。いやいやいや。これ、はい、主婦でも柿崎の領収書どこいたかなと思って。ああ。ここあとこれ硬いからここに変でな。スローモーションこう、こう行くときこう避けてこう。わかるか。避けてやんね。避けてたよ。危なくてしょうがないな。釜上はちょっとなやれてないかもしれないな。こういう感じだ、はい、なで、あとここの袋を取って、いや、でっかいな、すごいだろ、見た、いや、見てますよ、今リアルタイムで、はあはあ、でそして、はい、でっかいな、もうこれいうのでかかったら、やっぱりね、あの柿崎さんでね、はい、あのさばいてくださいって言ったらさばいてくれると思うよ。あ、これ、ちょっと3枚におろしてって言ったら、あ、おろしてって言ったらおろしてくれると思うよ。本当ですか、うん、あと300円ぐらい足せばサービス料、うん、サービス料、いやそんなに、本当だって俺より早いから、カメラはずっとさばいてるわ、ね、そうそう、まあ、向こうはもうマネだ、もっとでかいもん、はい、俺んとこもちょっとちっちゃいからそれなりにな、あれしてるけど、本当はでかいマネだろうんだけどこっちでね、そんなことしなくたってさ、そこまでしなくたっていいんだ、できるからな。ここでささらを使うわけよ。ささらあったっけ、あったんですか、どっかに、まあ、いいけどさ、いや、ほんとにこれこんなに安くしてもらってよ、お前信じられないでしょ。信じられない、500円は信じられないな。確か500円したかな500円したかな、わおかしい、うん、そんなもんだよ、みんな安いと思って買って後からお手あげよう、どうしましょうって話だから、さばけなくてね、さばけなくて、お前あ、魚もかわいそうだね、お前値段つけられて、お前さばかれて、さばかれて、お前ほらほら、綺麗になったでしょ、綺麗になった、うん、また身がすげえな、うまいでしょ、うん、後からこれまたちょっと3枚に下ろしてから、はい、いやいやいや、ちょっと手冷たくなったな、おい今時期の水道水ね、重たくて回んないし、おー、うん、おー、だからこれな、網でかかったタラだから、はい、あんまり乱暴に扱えねえのよ。あ、そうか、そうそうそう、網でね、こう潰れたりっていうか、そうそう、もう潰れてんだよ生き抜いやつは違うからさ、ひねえな、なんか静かにしてやねえと、ホッケのフライに切ってもいいけど、はい、見割れするんだよ、あ、静かにしてやねえと、はい、まあ、かんねえだろ、身が割れちゃうんだ、そうそう、大事にしてやねえと、でも確かにそうですよね、魚とか買ったりして割れてる時ありますもんね、うん、そうそうそう、ね、やっぱりほら死んでるやつをほら、はい、あれするからさ、生きてるやつは別だよ、いや、もちろんもちろん、生きてるやつは乱暴に扱っても大丈夫だから、はいはい、分かる、ビッとしてますからね、そうそうそう、だからどうしてもササラ使いたいなって人はさ、はい、ササラはどこでしょうか、後から拾っとけよ若いのいないけどね、まあまあ、なんかこうササラね、ササラでこうやってやると、なんかな、飛ぶんだな、これササラでやると、これ飛びますね、な、これを水洗いしてさ、はい、見習いのお兄ちゃんがな、料理長が来る前にきれいに洗っとくのさ、魚をな、そして冷蔵庫にしまっとくんだよ、はい、それが若い人の朝一番の仕事なんだ、ここまできれいにしてな、仕込みしとくわけよ、はい、魚をな、わかるかな、大変、大変だよ、こんなのお前忙しい店行ったら一匹に来てねえからな、いやそうですよね、うん、でっかい店やな、はい、お客さんがいっぺんにさ300人ぐらい入る400人ぐらい入る店になったら、入りすぎじゃん、毎日こんなのさばいてねえから、はい、東京のお前銀座だとかお前、はい、な新宿なんか行ったらさごった返しになってるべ、だ厨房に10人ぐらいいるから、いやいますよね、うん、向こう人多いから、そう
でも向こうに魚さばくの下手だからな。いやいやいや、タラなんか見たことない。タラおろせねえんだ。僕はもう冷凍で切り身になってくるから。あー、なるほど、うん、大体こんなの、こんなの向こうの東京の人は見たことないですから。そうなんすか。そう、俺いたから分かってんだ。あー、そうか、板さんそっち、そりゃそうやな、俺誰だと思ってんのお前。職人歴50年の55年か今。そんなのめ、大阪だこ、め向こうの方持ってて、これタラさばいてくれたらみんな逃げどうすんのこんな気持ち悪いってな。何言うとんもん、あれはでもあれだよ、アホかー、すいません、エラスマエナって帰ってこなきゃならないよ。でも北海道来たら1匹500円だよ。いや、それなぁ、500円なの。信じられないの。信じられないなぁ。よし、あ、どうしましょう、見せてやる。あ、いいですか。お前も見えねえべ。いや、僕見えますよ。なんだか全然見えねえな。俺やっぱり病院行くか。どうしてこんなに地面見えねえんだろうね。どうでしょう、見える？ね、これ薄皮チョコパンとクリームパンと書いてるんですけど。あ、これだよ、これだ。柿だけって書いてるべ。タラ書いてない？タラ、鮮魚、鮮魚、鮮魚、うん、3つ、タラはって書いてない。タラ800何本って書いてるとこない？880円は書いてます。タラです。でもこれ1900円もありますよ。1900円はね、カレーだと思います。これだと思います。カレーが、これ、あれ、カレーは480円だ。1000何本はね、カジカです。あ、本当に？そうだ。これ480円のカレーって書いてね。書いてる。あ、まあ鮮魚って書いてる。これマガレがね、はい、1匹200円だよ。あ、俺これ食いたくて買ったの。安いね。カジカが1000何本でね。カジ、いや、わかんない。鮮魚しか書いてないからわかんないですけど。そうなんだ。カジカ1900円のピンポン、もう一匹タラが880円。そうだよ。いや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 、僕もちょっと魚さばけるようになろうかな。なりたいべ。これがまあその値段で買えるんだよ。いや、そう、カジカがこれで2000円しないんだから。いや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 、柿崎さんって言ってよ。柿崎様ですわ。そうだよお前、皆さん、お礼だけでないんだよ。若い女の子に半額だから。え？あそこへ忖度ある。うん、そうなんだ。びっくりするから。俺だからおめえ1000円近いんだよ。なるほどね、伊田さん、ね。これでもってめ1000円しねえんだからな。さあ、びっくりこいだ。すごい。な？すごいだろ？返してよ、領収書ちゃんと入れとかないけど。はい、安いべ。す。俺ちゃんと見たか、お前、書きたいって書いてんだから。書きたい書いてます。な？柿崎さんの宣伝してんだからお前。お、安っ。そして神戸、はい、ね、これを3枚におろすのはね、ちゃんとゆっくりおろさないとね、はい、グッと引っ張ったら見割れすんだ。もう見割れしてきてねえか、ほら、こんなのところこんなのじゃしょ。僕ちょっとそっち移動します。なんでこれマネタやれ高いなおい。でこういうとここうやって静かにな、はい、こうやってさっきも本当言ったけど、こうやって半分におろしてもおろしやすいんだよ。あ、はいはい、さっきカジカやったべ。はい、やりましたね、うん、ああいう風にして下ろしてみた、はい、これもほら身がやばいから、ほらやったら、ほら引っ張ったら身割れんのよ、ほらほら割れてきたから。あ、本当だ、割れた。だからこういうやつは静かに下ろさなきゃダメなんだ、うん、それをみんなな、生きのいいやつをみんなかっこつけて下ろしてるのあるでしょ。それを真似してそのまま下ろすバカがいるんだ。あ、なるほど。そしたらもうこったこたになるんですね。こったこたよ。あ、だから分からないで下ろしてるからな。それを板さんが今教えてあげてるでしょ。あ、こういう品物はな、こうやって静かに下ろさないとダメなんだよってことよ、はい、全部が全部ね、そんななんかガチャガチャやっちゃいけないで。そうそう、生きのいいやつだな、はい、ガチャガチャやってもいいけど。これはね、こういうふうに静かにやらんと絶対無理なんだから。もう見割れしてきてるから、うん、こうやって、本当はここグッと持ってやってもいいんだけど、うん、見割れすんだよ、ほら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 、いや、な、まあ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 、やばいからな。
まあ、でも、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないですよね。ほらほらほら、これ見下ろしてるでしょ、ほら。はいはい、わかるかな、ちょっと見えてるかどうか。だから静かにやりましょうねって話よ。ほら、うお、半身500円安い。いや、半身500円それでも安いじゃん。安いね、はい、で、こうやって今みたくやるの大変であれば、いや、お横章だろでかいからね、横章だよ。で、こういう風にあったら逆にこういう風にしてやってもいいんだ。こうやって、三枚の、こっちから右ついてもいいから、こっから、はい、おぉ、危ねえ、危ない危ない、こうやって下ろしたのか、あんまりやんないでさ、こうやって下ろしていけば、身だけ取って、あんまり綺麗に下ろすぎたら見なくなるけどな、アラがな。あ、アラがね、うん、はい、アラなくなっちゃって綺麗に下ろしすぎるからでもこうやって やった方がな、はい、やりやすいでしょ。確かに、変に三枚下ろしてるより、そういうこっちゃ。こういうところはこう、こうやって、お、こうやって静かに、静かに、静かにやんだよ。静かに、丁寧に。そういうふうにやらないとダメなタラなんです。生き悪いとは言ってないから、はい、生きは決して悪くないんだよ。まあね、その釣った直後とか、まあ、それに比べるとっていう、そういうことだ、はい、でもみんなそういうのでのやってみてるから、その気になってやったらダメよもう凝ったことだって、なるから、まあ、釣りとかしてる人はね、そういうの参考にしてさばいたりしていいかもしれないですけど、してる人完璧だ、はい、おー、これはもうとりあえずさ、置いとくと、ほら、綺麗でしょ、綺麗、とりあえずな、後からこっち取ると樋口、なんか俺が背が低いんだな。はい、まな板が高いのか。まな板高いですもん、分厚いですね。腹痛くなったな、樋口。よいしょ、だからこうやっといてからこの釜取るか、はい、わざと大きく取って、俺これね、味噌漬けにしたりさ、こう、はい、これここがうまいんだよ。そこが美味しいですね。美味しいんだ、これ。ここで叩いたらダメよ、まな板が大事にしなきゃそうだよ、そういう時はな、こうガッサイマンガッサイ、失礼だけど、こっちの方でこう、こうやって叩くぞ、で、こうやって、ね、こうやって、そしたら思いっきり叩けるの、ここでやったらまな板一発でダメなの、ね、よいしょ、まな板なんかお前買ったら高いんだから、お前。まな板はいくらぐらいするんですか。1000円で買えねえよまあ、1000円だよ、俺なら大体買えねえ、売ってねえよ。いやー、そうですね。これ板さんどうしたんですか、このまな板は。これ自分で切ってきて、チェーンソーですご完璧だね。完璧ですね。うん、当たり前よ、もう誰だと思ってる。あら、料理人歴55年の、違う、もう100年だわ。え、板さん今何歳ですか。忘れた、はい、長生きしすぎそれで、こういう風になるでしょ。はい、で、あとこういうとこちょっと取ってさ、こういうところあれだ、鍋用にな、はい、これ鍋にするならな、こういうところもいらねえのよ、こういうところ。ああ、なるな、ああ、力入れすぎだし、ああ、やりすぎ、だからいいよ、そうなっちゃうんですね。そうそう、だからこのまな板使うわけ、はい、こっちなら困るね。いや、困っちゃう、一発でそれ、もう若いやつ、ああ、すいません、ガーンとやると、ああ、どうすんでしょ、このまな板あんまりやったらもう寿司握ったり刺身切ったりできなくなる。いや、そうですよね、めちゃくちゃになっちゃう。そうそう、それをやっちゃおしまいよ。まな板を大事にする。あとこうやって取っていくと。はい、だから本当こうやってやったらもうハサミでバツバツって切った方が早いんだよな。あ、そういうのもやってみるか。ハサミで。今な、料理バサミいいの売ってんだよな。これなんてまあ100均で買ってきてるから使いづらいよな。100均のハサミでいけちゃう。うん、なんだ、ほら、こうやってやったら切れるんだよ、ほら。ほら、な、ほら。ハサミの方がな、はいはい、包丁でやるよりも今のこういうのもこういうのもあるよってやつよ、ほら。なるほど、ああでも確かにそう、うん、ハサミでいいんだったら、そうそう、こういうとこな、はい、包丁でやるの大変でしょ。大変ですよ、これ100均はダメだな切れてない、もっといいや、お前ちょっと買ってこれダメだな、気合い入れてよ、かっこ悪いべや、お前バカと何とかの使いよってなど、お前知らない、バカとハサミやつ、そうだよ、全然使えねえじゃん終わってるな、おい、で、こうなるわけだ、
な。いや、綺麗。とりあえずな、見荒れしないようにな。とりあえずこっち下に置いときましょうか。静かに置いときましょうな。はい、ちょっと時間かかりすぎて、いいかい。いや、十分です。どうせ暇だしな。いや、はい、見る人はもっと暇なの、バカ野郎お前。暇な時に見ますか。暇な時に見るの、はい。さっき俺 ここだけ取ったからここに骨ついてんだよ。ああ、ほんとな、そしたらこれ取らないとフライにならんのよ。フライ、タラフライって知ってるか。タラフライわかります。食ったことあるべ。はい、それをまず切ってみるからよ。はい、わかりました。タラのフライにするには、これはもうフライにしかならないからよ、はい。まあ、今回はまあそういういろんな切り方というか、うん、で、こういうのが鍋になるからな、はい、タラチリって言ってごらん。タラチリ、うん、豆腐入れてな。豆腐入れての、うん、そして昆布入れて、ああ、これこういう手が軽くやんないと。まな板を大事にしましょうね。そうだそうだそうだ、ね、大事です。さっきみたいにやったら、これバーナーがまな板浮いたらどうすんだよ。バチンっバチン、指取れちゃった。もうこのアラだけでもお前アラじゃねえか、お前1000円ぐらいすんでねえの、このアラだけで。アラだけでね。でも確かにこういう風になんか切られてたらするかも。いや、やっぱりあとはね、これね、魚屋さんに頼むのもいいけど、はい、大変なんだよ。いや大変ですよ。魚屋さんだってな、忙しい時にさ、すいませんこれ3枚にしてくださいとかな、ああ、すいません頭もうちょっと小さく切ってくださいって言われたらよ、大変だべや。大変ですよ。な、お前んとこ自分のとこで切れちったってな、お前年寄りのお前ババアだったらできねえじゃんなもの。年寄りのババア。ああ、すいません。言い方言い方。そうか、すいません。でも確かにこれはね、自分で切るってなったら。そう。ちょっと大変ですね。そうなんだよ。あとこうやってやれば簡単でしょ、これ。簡単か。そう。ちょっと切れねえけどな、これな。今度また100均っていいの買ってくるわ。はい、なんで100均なのよ。もうちょっといいはず。だってめ、物そこに行ったってめ、何も売ってないんだもん、これ。100均しか。よし。で、こういう感じな。すごい量だな。いやー、量、えぐいっすよ。これも一つ買ったら近所に配るところでねえな、お前。だって配るったってここまでやるのが大変なんだよ。いや大変ですよ、これ。多分あの、多分あれだよな、安いのはさ、自分でやるから安いんだよっていう感じかもしんないな。ああ、なるほど、うん、一匹売りで自分でやるから、その代わりも自分で持っててさばけよって言ってたよね。だからやっぱもう切り身とかになってたらね、やっぱその分手間賃がかかりますね。いや、そうだ、はい、納得だよな。納得ですね。俺も切り身買ってくるわ。おめんどくさい。まあもう1000円出してみるから、こうやってなった方が楽だ。そうまねが、まあ確かに。あと1000円出してみるからさ、はい、もうここまでなってればお前楽だぞ。お前もう楽ですよね。完璧だよお前、こんな時間いらない。でも切り身にしてな、はい、フライ、パン、メリケンコパン粉揚げになるまでしておいてくれちゃう。出たメリケンコパン粉揚げ。もう完璧だべ、美しいじゃん。そしたらな、切るぞ。はい。こういうところはさ、はい、あらかじめ一口ならお前これぐらいだよ。一口ならこのぐらい。はい。五口ぐらいだろ、このぐらいか。いや、だいぶ五口できるかな。これなら、はい、これでもパン粉つけたら大きいんだよな。ああ、確かにパン粉の分が。うん、な、これで塩コショウして。はい。だからで、こういうふうにしたらほら。これぐらいがいいかな。パン粉つけるんだな、はい。パン粉つけて、まあちょっと塩コショウ、ああ、麦粉つけ、塩コショウしてな、麦粉つけて、はい。これちゃんと言わないと、パン粉つけてから麦粉つけるやついるからよ。そんな人います？いるんだよ。いる。その通りやるから。な、パン粉つけてから麦粉つけてから卵つけると。はい、でそういう風に言えば、あ、なるほどなっつって。そう、はい、全部逆ですね。そうなんだ。これもちょっと骨ついてるとか取んないと、な。孫が食ったら喉に引っかかるから。確かに。ならうちの孫が病院これに引っかかってしまった。飲み込めちたって飲み込まないから今の鍵は。は？こっち。どうだい？いいじゃないですか。こうやって置いた方がいいか？これは一口サイズの。こう切るとき、こうな、骨ついてるかついてないか改めしながら触りながらやらんとダメよ。これ骨ついてるしょ。フライにな。骨ついてると嫌じゃん。嫌ですね。あれ、骨ついてると嫌だ。パン粉かなと思ったらパン粉でね、骨なんだ。触りながらさ、はい、確認しつつ、うん、それがめ職人だもん。あ、ちょっと待ってね、はい。寒いから鼻かんでくるから。してこうやってフライにしていくぞ。はい。
これほらほら見られしゃべさっき俺こう割れてるのって言ったのが食べや、はい、こういう風になるんだ、はい、だからなこうやってやったらこのフライの風が上げづらいじゃん。確かに。だからねおろし方難しいのよ。俺だからまだこうやってなってるけど、お前下手な人やったらもっとボロボロになる。ボロボロな、これ大丈夫でしょ、はい、ほらボロボロな、ボロボロになっちゃいますよ。また包丁の切れ味でも変わってきますもんね。そうそうそう、これ大丈夫。こんなにいっぱいあるんだと思って、どうすんのよ。おこれはお前フライに持っていけったら喜ぶと、お前ええー、いただもらえるんですか、何切れ欲しいのよ知ったらね、嬉しい言わないか。ついでにパン粉もつけてくれればもっと嬉しい。もう揚げるだけでね。あそうかそうかってやったら、いやついでにそこにある油で揚げてくれ頼むわって、えいいよいいよってやったら、キャベツはないのかとか最悪だぞお前。どうすんだよお前。全部全部俺は。うまそうだね。いやうまそうですね。一箇所だけだったな、見荒れしてたとこ、はい、俺としたことが、まあ、こういうことになるから丁寧に。そうそうそう、だん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 大きくなったな。こっちの方が肉厚なんだな。はい、肉厚のところはあの子にあげよう。あ、思い人かな。あの子どこにいるのやら。だってもこれ一人3、これなら2枚食ったら、お前なら4枚だな。僕持っていきます。お前なら4枚ぐらい食えるべ。いけます。まあ、こうやってやったら、まあ板さんパン粉でフライにしてくれんじゃねえかなと思ってるべ。いやいやいや、キャベツ切ってくべかって話だな。これ料理でね、よくこの安い宴会やったら失礼だけどさ、はい、これにちゃんと銀ホイルで巻いてさ、よくやればホテルのって言ったら、下に玉ねぎ引いてお前、はいはい、銀ホイルでくるんでな、このいろんなもの野菜乗っけて銀ホイルで焼くのさ、はい、したらあの宴会コースの安いやつに使えるんだ。なるほど。とあ、結構あるじゃんほら、20人前ぐらいあるな。だそういうのに使うのさ。でそういうところもっと安いやつはとんでもないから、冷凍の冷凍のタラ使ってくから、やめて。いやでもね、でこういうところもな、はい、こういうところもフライがうまいんだよ。俺こういうところのフライ好きなんだよな。ここもフライに、ここフライうまいんだよ。知らないでしょ、これ骨入ってるな、骨取るの大変だけど、ここのね胸のフライがうまいんだ。へえ、ハラスのフライな、最高だから。ほらこういうとこ、こうやってやって、ほらこうやってやったらほら綺麗に骨取れるから。ここのフライの方はね俺好きなんだよな。ねえ、こうやってやるわけで綺麗に取れるから、と骨ついてたら孫が首に引っかかるべ、喉に言ったら我慢して飲み込めって言えばさ、骨も丸飲みできるようになったら大体板前に向いてるから。いやいやいやね、お前もらいの前喉引っかけたことあるのか。僕も1回かな、1回か2回くらいありますよ。どうすんだよなこの前。あれ近畿の骨ってなダメなんだよね。あ、そうなんだ。引っかかんだ。お前なんて貧乏だから金券なんて食ったことないべや。ないですよ。だろうね、はい、食ったことない。金券なんて俺め金券食いすぎだ俺。あら、そんなの食ったんですよ、うん、贅沢じゃないですか。そうだよ。ほら、この辺がな、こうやってやるべ、はい、ほら、うわで、これを半分にすんだよ、ほら。これうまそう。これがね、あのフライにしたらうめんだ。これうまそうですね。ここ最高。全然こっちの水違う。これもったいないべ。だからこれの一口カツにするわけよ、はい、それでもうまいから、ほらほら、これぐらいのかな、食べやすいんだよ。ああ、まあ確かに、うん、でね、なんで細かい方がいいったら揚がりもいいのよ。ああ、なるほど、うん、火にすぐパッと揚がりやすいんだ、はい、だからあんまりでっかくするとな、いつまでも油なんか入れてるとな、ちっちゃめにいいんだ、これぐらいだな、これぐらいの大きさで、ね、フライにしたら、うん、だからお前、これ言うやつだったらだよ、フライ定食300円と売り切りだから。いや、それは安すぎ、まあ、安すぎか、それは安すぎか、うん、ごめんねいやいや、昔のお前50年前の話してた50年前でもん、安すぎ、いや、高いんじゃない、ええ50年前だったら300円高いんじゃない。そっか、50年、60年前ラーメン1杯で70円だったから安これは
熱いなと思ったらちょっとこうやって切ってこう。ああ、ちょっとね。だから揚げやすいでしょ、うん、こういう感じだよ。半身でこんだけあるんだよ。こんな量あるんですね。だからとりあえず原価計算なんかしてみるとさ、はい、3つでもって定食目600円ぐらいもらったってめすごいな。いもう12メートル6000円だから6000円ですよ。もう元取っちゃうじゃない。元取っちゃう。取り済みじゃないの。元取っちゃう。これも全部入れたら1万ぐらいになっちゃう。1万ぐらいいっちゃう。あらも全部入れても3ペンにしたらもっとすごいの。はまっていっちゃう。850円で買ってきたやつをどうすんのよ。880円まだまだ商売は儲かりますぜ。やっぱりその商売儲かるためにはやっぱ技術が必要ですからね。腕が必要ですから。なんか大したことないですよ。僕の腕なんか足組んでるもんほっとけや。はい、洗い物誰するのよ。これがやっぱりな、はい、仕事なんだな。いやそうね、皆さんそういうの仕事嫌がらないでやりましょうね。はい、あと片付けが30分もっとかかるかい。したら頭はさっきのやつちょっとそれやってちゃんちゃんにするかい。はい、あこれもさっきの話だほら。あ、まだまだ。ここはね湯豆腐にしても最高うまいから。こういうところ湯豆腐にしたらくちゃくちゃになるでしょ。あーなるほど、はい、ほらこんな風になるの湯豆腐にしたらさ、はい、ボロボロになってさ確かにスープが真っ白けっけになるべ、はい、これの場合はいいの。ハラスはね、でもこれも薄く塩すれば、はい、完璧。ほらこれだいぶ塩の味だ。ほら出た。だいぶ固まってきたからほら、はい、前回塩することによってこうピッてなる、はい、あそして神戸これ頭だけでも持ってめ、どれだけめタラの三杯汁できると思ってんだよ。ほらこうやってガッチリ押さえておいて、さっきやったみたいにこう軟骨あるんだよ。こう言ったべ。あ刺す、はい、刺してそして刺して刺して真ん中に当たったでしょ、はい、まな板に当たればこっちのもんよ。逃げねえから、はい、こうやってまっすぐ下ろすと、はいはいはい、ほらスパーンの簡単だろ。いや簡単ではないです。であと真ん中に入らないと なかなかいかないけど、はい、であとこうやってさ無理くりぐっと開いてさやって、あとこうこれをちょっと溶けておいて、おっとこうちゃんと怪我しないように、はい、シュワッチネッカー、こういう感じだね。こういう感じシュワルツネッカーね。で、あとは細かくすると。わかるかな。いや、これもね、いやいや、まあ、こんなにいっぱいあって俺一人暮らしだよ。そうだ、いいじゃん。誰来るのよ、お前。お前、毎日来なきゃね、お前。毎日夜ご飯で、こんなのお前、冷凍室に入れとけないし。この量だもんな。で、こういうやつ溶かしたらな、ビチャビチャなんだな、はい、うん。だけど、お前、そこら辺でお前、ラーメン一杯850円でしょ、はい。この前一匹は880円なんかもやったわよ。一匹880円どうすんのよ。すごいっすね。すごいべ。参ったか。参ったわ。北海道はまだまだチャンスがありますぜ。違いますか。北海道やっぱり北海道最高だよお前。北海道最高ですよね。最高だぞ。これめ家族5人暮らしだったらめ余すぞお前。家族5人ぐらいだろ、ま、いいべ。まず母さんだけどこういうのやってるのだん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 出よくなってさ自分で両手に、うん、両手どころでねえよ。カッポだよお前。カッポカポ儲かるからそうの、なるほどね。違うの儲かっちゃいます。儲かるなと思ってね。これ俺焼いて食おう。これ焼いてポン酢食ったらうまいんだよ。あなるほどね。この辺なんかねチュバーっつってねもうすって食ったら最高なんだわ。俺好きなんだこれ。最高うまいから。これ一人一匹食ったら今日腹いっぱいだろ。いやなっちゃいますよこんな。あこれを一つ焼いてと。あこれペペ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 ペこれな。これめ塩振ってさ、はい、うわー高校でね完璧だわ。完璧だ。一人でも俺食ったら食い切れねえさ。これちゃんとしっかりね、はい、こんがり焼いたら1000円取れるよお前。いや取れますよこれ。これだけでも元取れるからな。確かに。いやいやもう柿崎さんにありがたいな。頭上がらないですね。もう商売やりたくなるでしょ。なまら儲かるべ。儲かりますね。1匹でこれ多分ねここだけの話だよ、はい、1匹で10万ぐらいだろ。そんなにちゃいますか。そうだよお前。いっちゃいます。10万もほんとこれ腕だ腕だよお前。やっぱりマジシャンだから。マジシャン、マジシャン。このまあのお前らタラの子なんかも最高なんだよ。あこれね。これでガチッと塩するだろ。はい。ビ
っとカラスミみたくなるんだよ、ガッチガチになるんだから、そうなんですね、知らないんだなこれ。あ、知ってる人は知ってるよ、多分知ってる人はね、防止をすんのよ、防止を。これちょっと乱暴にしたからさ、この辺ちょっと虫出てるけど、はい、これをこのままねガッチシュル、真っ白にすんの。へー、でも1週間10万ぐらい置くのよ、はいはいはい、したらカチンカチンになるんだ、はいはいはい、でその塩をどうして薄く切るのよ、はい、完璧に血圧上がるけどうまいから本当だよ、完璧に血圧上がる、だけどうまいんだ、これ珍味なんだ。いやでも確かに、そしたらもう2切れぐらいで1000取れるんだ。いやだから1匹やれば10万ぐらいある、10万いっちゃいますね。いや仕事教えちゃったな究極なの。ああ、YouTube 見てる人もみんな、みんな真似するから、あ、本当かって言ったら、ボラのお前カラスミばっかり、もうタラのカラスミ最高だよ。やっちゃうなこれ。知らないでしょ。知らない。やってみようかなと思ったけど、これちょっと傷つけちゃったけど、傷つけないでビーンとやるとね、バシーってなるんですね。カチンカチンになるんだ。これ塩漬けにしてな。はい、でそれをね塩きれいに取って。またちょっとなんか涼しい風通し多いところに入れて干し漬けみたいにするわけよ。干し漬け要するに乾燥させるのさ、乾燥させてね、塩かけ、はい、そうするとねうまいんだわね。これがまた1週間も10日もかかるけど、だから珍味として、割烹でカラスミって知ってる？カラスミ分かりますよ、あのカラスだと。え、あ違うカラスミ食ったことあるのお前？あ食ったことあるはず。そう、どんなやつ？いやあんま覚えてないですよねカラスミお前買ったら高いんだぞお前あんま覚えてないんだよな。いや食ったことあるはず。カラスミはね今買っても高いんだあれしばらく食ってねえな。カラスミはねこの中でもやっぱりナンバーワンだな。カラスミは高いのさ。だからタラのカラスミも、これのカラスミもねうまいんだよ。よしたらカラスミやってみるか。おお。どうせ失敗するけども、なかなかな成功した成功率はね、大体 99% だけど。あ、でも残り 1% はちょっと失敗しちゃうかもしれない。うん、あと気分だな。なんとってことないから、ただ修正で勝手にできたこの。バカじゃないのお前。そんなもん。うん、それで寝かしがいいんだよ。とりあえずな、こういう風にしてな、3度だけど、こうやってやればいいんだよ。こうやってやっていけばいいんだよ。これで10日ぐらい、うん、まあ、様子見したら水びっちり出てくるから。ああ、いや、そうですよね、水分抜けますもんね、うん、したらそれ投げてさ、はい、水でなんかあとティッシュかなんかで取ってしたと言うとけば、冷蔵庫の下の中に入れておいてさ、はい、したら半年ぐらいしたら忘れてんだよなんだっけこれ、あれと思ったらうまいんだようまいんだ。もうそれぐらいでないとな、何も面白いんだ出来上がり、はい、分かったか。みんな隅っこに入れすぎて忘れるからよしたらとりあえず一回あの休憩するか。はい、じゃあ これで、はい、タラ編は終了ですか今ので。まあ、タラ編はこれでいいよ、はい、あとタラもやったって、あとどうせもイカの金玉食べよイカン出た、まあ、とりあえずこれでいこうぜ。はい、では、うん、これでタラは終了です。後からこれ終わったから味噌汁の後から作ってやる。はい、ちょっと俺に休憩させろお前あ、ちゃんちゃん、はい。